皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。NHK 版横溝正史原作金田一シリーズの第4弾として、吉岡秀隆さんと大竹しのぶさん共演による犬神家の一族が放送されることが明らかになりました。90分ずつの前後編で、BS プレミアム、BS4K で4月に放送されるそうで、映画テイストに溢れた3時間の大作になるとのことです。犬神家の一族、あらすじ。戦後間もなく、那須湖畔の広大な屋敷で、財界の大物、犬神佐兵衛が他界。そして、戦争による怪我のため、不気味なマスクで顔を覆った孫の助清が復員してくる。だが、勢揃いした一同の前で発表された遺言状は、血を分けた一族ではなく、他人に遺産を与えるという衝撃的な内容だった。反目し合う松子、大竹しのぶら、三人の佐兵衛の娘たち、そして、湖を訪れていた金田一耕助、吉岡秀隆の前で、佐兵衛の孫たちが、謎の死を遂げてゆく。果たして、マスクの下の助清は本物なのか、謎の元日本兵の正体は、家宝に秘められたメッセージとは、衝撃の結末に向け、名探偵の推理が始まる。名探偵金田一耕助を前作に引き続き、吉岡さんが財閥犬神家の創始者の長女松子を大竹しのぶさんが演じます。ちなみにお二人は過去に北の国から95秘密、山田洋次監督映画学校3などで共演されていますね。2016年獄門島、2018年悪魔が来たりて笛を吹く、2019年八墓村に続く NHK 版金田一シリーズ。犬神家の一族は、市川崑監督、石坂浩二さん主演の1976年の映画をはじめ、たびたびドラマ、映画化されてきました。不気味なマスク、湖面から突き出た足、菊人形と生首など、ショッキングな描写を交え、湖畔の屋敷で起きる莫大な遺産をめぐる連続殺人事件の顛末を描きます。本作では、脚本を、仮面ライダー、岸辺露伴は動かないシリーズ、アニメ、進撃の巨人などの小林靖子さんが担当。演出は、NHK 版金田一シリーズ前作を手掛け、昨年の大河ドラマ、鎌倉殿の13人でチーフ演出を務めた吉田照之さん。撮影は1月から2月上旬にかけ、岡山県他で行われるそうです。4月 BS プレミアム、BS4K、映画テイストに溢れた3時間、期待してお待ちください。ここからはネットの声をご紹介します。吉岡さんの金田一耕助は、原作のイメージにかなり近くて自然とのめり込むことができた。シリーズ化してるのは好評だったということだろうから嬉しい。悪魔が来たりて笛を吹くの謎解きシーンは、探偵も犯人も、ものすごい演技と緊迫感で面白かった。犬神家の一族にも期待してる。吉岡さん、本当に素晴らしい役者さんです。大好きなドクターコトー診療所で、完璧に後藤健介を演じられて、仕事なんかしたくないよ。早く終わって飲みたいと言ってますが、これだけの演技ができれば、プライベートなんかどうでもいいですね。みんなは、若いコトー先生が見たかったんだって言ってましたけど、今のコトー先生が見たかったんですよ。そしてこれからも、60代、70代になって、日本映画の代表として活躍してほしい。横溝正史シリーズでも、やはり八墓村犬神家は代表作、とても楽しみ。吉岡さんの金田一、なかなかハマっていますよね。楽しみです。NHK 版だと長谷川博己さんの金田一も好きです。長谷博さんのも見たいな。松子役が大竹さんなんですね。他のキャストも、どんな人が登場するのか楽しみにしています。犬神家の一族は、1976年、石坂浩二さんが金田一耕助のものが、
どうしても自分にとっては基準になってしまう。内容はショッキングなのに、オープニングの音楽が何とも言えない不思議な良さがあり、大好きな映画音楽です。でも、吉岡秀隆さんが、金田一耕助をどう演じるか楽しみでもあります。配役も楽しみ。自分は石坂金田一を崇拝してるから、それ以外のキャスティングは、どうしてもつまらなく感じてしまう。でも、吉岡さんの忍さんも演技派だから、どうせなら、何度もリメイクされた作品じゃなく、金田一ものでまだ映像化されてない作品がたくさんあるから、その新作が見たい。そう、横溝ワールドの新作が見たいのだ。役者を変えても、割と短い期間にリメイクしても、毎回楽しめる横溝作品はすごいなと思う。初めて石坂浩二さんの犬神家を見たのが小学校低学年で、スケキヨの白マスクが怖すぎて泣いた。まさか数十年経って名作と思うとは当時じゃ考えられない。前作から時間が空いたので、吉岡版金田一耕助はもう見られないかと思っていました。犬神家の一族といえば、石坂浩二さんの映画があまりに印象的ですが、横溝先生も、石坂さんの金田一耕助を絶賛されていたそうです。金田一耕助のひょうひょうとした感じ、そして悲しみ、憂いは吉岡さんにもぴったりだと思います。吉岡さんと大竹しのぶさんという名優が生み出す新しい犬神家の一族、今から楽しみです。金田一耕助といえば、石坂浩二さんか古谷一行さんが頭に浮かびますが、吉岡秀隆さんの金田一も見てみたいです。犬神家のストーリーや結末はもちろん知っていますが、演者が違うと、また違った雰囲気になるので、放送を楽しみにしています。吉岡さん、好きな俳優さんの一人です。北の国からのキャリアでもうベテランですが、芝居も上手いし、もっといっぱいの作品に出演してもいいような気もしますが、あんまり見ないですね。私が見かけないだけなのかな？やっぱり、風貌から依頼が来る役どころが限られるのかな？自分の中では、佐藤浩市さんの次に渋い役者さんなんだが、吉岡秀隆×大竹しのぶは、山田洋次監督、学校3で共演してますね。吉岡秀隆は、主演である大竹しのぶの息子が働く新聞販売店の先輩社員役。前作、学校2では、主役の生徒役だった吉岡くんが、学校卒業後、就職できたのか否かを含みを残した終わり方だったのだが、全くの別人役とはいえ、ああ、ちゃんと就職できてよかった、よかった、と、観客に行間を読ませる見事なキャスティングと演出でした。若くても年を取ってからも、唯一無二の存在感を放つ俳優。彼じゃないとできない役があると思う。仕事なんかしたくないかもしれないけど、彼の演技、姿を見たい人がたくさんいるので、そこは諦めてほしい、笑い。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。